リコロです。2024年皆様明けましておめでとうございます。といってもですね、今私はですね、ちょっと前もって動画を撮らせていただいております。それで皆様ちょうどですね、今お正月の時期だと思いますけれども、どのようにお過ごししておりますでしょうか。私は多分ね、食べたり飲んだり、テレビ見たりとかしてるんじゃないかなと思いますけどね。ちょっと体重は怖いかなっていう感じはありますけれども、はい、でも楽しく過ごしていると思います。皆様もお正月楽しく過ごしてくださいね。はい、そして今日はですね、なんと福袋開封動画をさせていただきたいと思います。じゃんじゃんじゃん、こちらでーん、シュエスタの福袋開封でございます。イエーイ。で、これはですね、シュエスタ何種類か福袋今年もご用意がございましてですね、今回旦那さんが用意をしておいてくれたんですが、これで6200円の福袋となっております。で、私実は中身をですね知らされていないんですけれども、ちょっとどんなのが入ってるかですね、見ていきたいと思いますよ。じゃあ早速開けます。じゃん。おっ、わあ、やっぱりシエスタですね。まずこちらの、ででで、あ、そうだ、思い出した、そう、豆が入ってるよって言ってたんだ。見て、福袋の限定の2種類の豆でございますね。こちらが2024年福袋限定コーヒー豆、コロンビアウイラって書いてます。すっごいいきなりいい匂いがしてきた。あ、まあ、封してますからね。これは、豆が、焙煎済みの豆が入っているようでございます。これで何グラムかな？これで何グラムかな？これで何グラムかな？ちょっとすぐ見つけられませんけれども。なんかこれくらいです。これくらい、このくらい入ってます。そしてこちらの方がですね、2024年福袋限定コーヒー豆、コロンビア金ディオでございます。なんかこれもすっごいいい匂いです。なんかチョコレートみたいな匂いがする。すごいいい匂いですね。これもお量はですね、これくらい、同じくらいですね。こちらとですね、2種類の限定豆入ってました。あー、すごいいい匂いする。飲むの楽しみでございます。そしてまだまだありますよ。なんだ、お、そうそう、これね、何がいいって聞かれたんですよ。これもコーヒー豆でございますが、私が年末に美味しくて大好きで、いつもこの限定の、ブレンドのコーヒーが出た時は絶対飲んでるという、じゃーん、クリスマスブレンドでございます。もうお正月ですけれども、何のコーヒーがいいって聞かれたんですよね。それで私はもういつも毎年クリスマスブレンドが出たら、クリスマスブレンドの、コーヒー豆がなくなるまでずっと飲み続けるくらい、このシエスタのクリスマスブレンドが好きでですね、お願いしてたら、あ、豆ブレンドコーヒー用意してくれました。これ結構入ってるかもね。こう全然さっきのと量が違うかも。これくらい、こっちの方がずっしりって感じ。すごいいっぱい入ってます。じゃーん、クリスマスブレンド、私の好きなやつ。そしてまだまだありますよ。次がこれ、じゃーん、これ何？あ、エチオピアゲイシャゲレザでございますね。これは旦那さんの好きな方のコーヒー豆です。あ、同じぐらいの量が入ってますね。そう、私が好きなのやつと、これ旦那さんの好きなやつ。そうだ、選べるって言ってたのかな。そう、選べるからこの2種類を選んで福袋につけてもらいました。すごいね。実はなんか
旦那さんがシエスタチャンネルをやってるんですけれども、あの編集してね、撮影して編集とかずっとしてたんですけれども、で私はあのシエスタのアンバサダーということでですね、動画の中に出てお話しさせていただいたり、お話聞かせていただいたり、いろいろコーヒーの体験させていただいてるんですけれども、その中でこう私も直接ね、シエスタのご家族の皆さん、スタッフの皆さんのお話を聞いて、コーヒーのことが少し詳しくなっちゃって、で、なんかちょっと興味出てきたりするんですよね。やっぱりね、コーヒーって奥深いなと思って。そしたら、旦那さんは、私がこう、実際にその場で喋って、話聞いたりとか、体験したりするのを撮影しながら見てるんですけど、お家に帰ってきてから、編集するから、またもう一回その工程を見て、で、チェックしてまた見てっていうのを繰り返してるうちに、結構コーヒーのことが詳しくなってきてですね、皆さんも、あの、もしかしたらシエスタチャンネル見てる方いらっしゃいましたら、結構コーヒーのこと詳しくなってきたんじゃないかなって自覚があるんじゃないかなって思うんですけども、うちの旦那さんも例外ではなくね、あの、詳しくなってて、で、ちょっと自分でも入れてみたいっていう、お家でも入れたいっていう風になって、最近こうやって、コーヒーを入れるグッズを集め出したんですよ。そう。なので、今回は、このシエスタの福袋で、いろんな美味しそうなこの豆たちをですね、ゲットできました。すごいね。こんだけあったらいろいろ楽しめちゃいますね。そう。そして、お、これこれ。あ、これついてんだ。じゃじゃじゃーん。コーヒーチケットでございます。これ何個ついてるんだろう。結構ついてるよ。あ、10杯くらいかな。ちょっと見てみますかね。すごい、これ何が飲めるかな。すごい、コーヒーチケット。お、じゃーん。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 枚ついております。めっちゃお得で、使用できるのがですね、ホットコーヒーかアイスコーヒーかソフトクリームにもなります、この件。私はサブスクで入ってるのでですね、あのサブスクでコーヒーをいつも飲んでるんですけれども、旦那さんがね、しょっちゅうしょっちゅうソフトクリームを食べるんですよ。しかもシエスタのソフトクリームがまた絶品で、すごい美味しいのでですね、これ使おう、使ってみよう。ソフトクリームかコーヒー、ホットコーヒーかアイスコーヒーっていうことでございますね。ですね、あ、しかも有効期限めっちゃ長い。今年2024年の12月の31日までということでございます。これはお得ですね。もうこれだけでめっちゃお得じゃないですか。すごい。だってね、1杯500円としても、これで10杯だから、500円かける何 ?10?5000 円。すごいですね。そして、あ、すごい。しかも1年間のやつに、こんなにいっぱい豆が、選べる豆と限定の豆で、6200円。これはお得だ。お家でコーヒー飲んで、それで、こうやって豆とかもシエスタで豆買ってますよっていう人とか、ね、シエスタじゃなくても、よそでも豆買って飲んでるんですよとかっていう人、家でゴリゴリやってね、やってますよっていう人は絶対お得。あ、びっくりした。そうか、そういうことだ。すごい。これはお得でございますよ。皆様も、もし、この開封動画、参考にしてね。あ、どうなんだろう。年明けてからも、まあ、福袋私は事前に受け取りましたけれども、今日はね、年明けてから、購入したりするものだからね。なので、シエスタ、1月の6から営業開始だったかな。うん。なので、気になる方、ぜひぜひですね、シエスタの福袋、試してみてはどうですか？うちはもう、これから結構今年はコーヒーを家で飲む機会も増えそうなんで、なんかちょっとこれは嬉しい福袋でございました。やったー！めでたいって感じでございました。はい、そんな感じでですね、どうやって終わっていいかわかんなくなっちゃった。はい、そんな感じで、今回はですね、シエスタの福袋の開封動画撮ってみました。そう、そんな感じで他にも福袋でいろいろ
今年買うかな、わかんないんですけどね、取れるものはどんどん取って皆様と情報を共有させていただきたいと思います。はい、そんな感じで今回はこれくらいにしておきたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。では皆様お正月楽しく過ごしてくださいね。じゃあ次回の動画でお会いしましょう。またねー。